およそ3000年前、大陸から稲作が伝えられて以降、日本では稲作を中心とした農業が営まれ、日本人の社会や文化、伝統は稲作を中心に形成されてきました。明治時代になり、日本は開国し、西洋の技術や制度の導入による近代化や産業化に努めました。農業においても政府は当初、欧米農法の輸入、模倣に努めましたが、小規模家族経営による稲作を中心とした日本の農業には合わない点も多く、一部を除いて定着しませんでした。一方、当時の日本には経験に基づいた優れた技術を持つ労農と呼ばれる農家が全国の各地域にいました。こうした労農の技術は封建的な社会を背景に居住する藩や村の中に留められていましたが、中央集権国家となった明治時代に農団会と呼ばれる農業技術の交流会を通じて全国に広まるようになり、次第に技術的な体系が形成されました。この結果、明治初期の1880年から1925年までの45年間で日本の農業生産性は 1.5 倍に、生産額はおよそ2倍になりました。また政府は外貨獲得のため生糸などの商品作物の生産と海外市場への輸出促進を進めました。その代表的な事例の一つが世界文化遺産にも登録された富岡製糸場です。富岡製糸場を通じて外国の製糸技術が国内に普及した結果、品質が高い日本の生糸は明治時代から昭和初期にかけて日本の外貨獲得のための重要な輸出商品となりました。また明治時代には農村部でも死亡率が低下して人口が増加し、多くの人が農村から都市に流出しました。こうした人の移動は産業発展のための貴重な労働力となりました。さらに農業部門での作物の多様化と生産性向上が安価で豊富な食材の提供という形で工業部門の発展に貢献しました。第二次世界大戦が始まり、兵役による人手不足や空爆による生産基盤の破壊は日本の食料生産力に壊滅的な打撃を与えました。このため戦後多くの国民は食料不足に苦しみ、食料増産が政府の重要な課題になりました。そして戦後、政府は直ちに農地改革に着手しました。農地改革により、改革前に 46% だった小作地は改革後 10% 以下となり、それまでの地主制は解体、日本の農村に膨大な数の自作農が誕生しました。自作農となった農家の生産意欲は高く、1948年に公布された農業改良助長法と、この法律に基づき開始された農業普及事業とも相まって、食料の増産に大きく貢献しました。農業改良助長法では農業技術の向上にとどまらず、農村生活の改善も重要な目的となっていました。各県に配属された生活改良普及員の支援を受けながら、農村住民は農家の主婦を中心として自らの創意工夫と助け合いの精神で生活水準を向上させました。また1947年に制定された農業協同組合法に基づき、全国各地に設立された農業協同組合は、信用事業、購買・販売事業、共済事業など農業・農家に関わる多種多様な事業を営みました。末端の農業協同組合は県レベル、そして全国レベルでも組織化され、戦後の日本農政の実現に大きな役割を果たしました。
こうして戦後の復興は進み、日本は高度経済成長期を迎えましたが、急速な成長の下で工業と農業の間での所得格差が広がりました。そこで政府は1961年に農業基本法を制定し、農業生産性の向上や農産物価格の安定化、農業生産基盤の強化に取り組みました。同じ頃、工業部門での労働需要の高まりにより、地方都市を含む都市部での雇用機会が拡大しましたが、農業機械化などを通じて農作業の軽減に成功した農家は、兼業という形で所得の機会を増やしていきました。兼業農家では週末に農作業を行う、あるいは成人男子に代わり主婦、おじいちゃん、おばあちゃんが農作業を担う形が一般的であり、これが農村の高齢化や農家後継者の不足といった現代日本の農業問題につながっています。他方で、機械化などによる農業部門の労働生産性の向上や兼業農家の増加は、工業部門への労働力提供を通じて日本の高度経済成長にも貢献したといえます。このグラフは1940年以降の日本の米の生産量を表したものです。1960年代に日本は米の自給を達成しますが、その後一人当たりの米の消費量は減少し始めました。高度経済成長を通じて所得が増加し、消費者の食生活が変化した結果、野菜、果実や乳製品、肉などの畜産物、パンや麺類の原料となる小麦の消費が拡大する一方で、主食である米の消費はむしろ低下したのです。その一方で、政府が決めた価格で米を買い上げる食料管理制度の下では、市場原理に基づく米の需給調整は行われず、日本は主食である米の過剰時代に突入しました。また食料管理制度を維持するための財政支出が増大しました。このため、政府は米の生産量を抑える減反政策を実施し、野菜、果実、畜産物や麦、大豆といった農作物の生産を奨励しました。また政府による農業支援の対象も、米だけでなく需要が拡大傾向にある農産物へと拡大移行していきました。経済のグローバル化が進む中、GATT における農産物自由化をめぐる交渉が激しくなりました。1986年に開始した GATT ウルグアイラウンドにおける交渉は1993年に決着し、日本の農産物は円高の影響もあり、安価な輸入品との厳しい競争にさらされるようになり、農業の国際競争力強化が大きな課題となりました。21世紀、そして令和という時代を迎えた日本の農業は、さまざまな課題を抱えています。第一に、農業生産性の向上を通じた国際競争力強化です。農地改革により多くの自作農が生まれましたが、その農地面積は非常に小さく、1965年時点での日本の農家1戸当たりの平均農地面積は 1.1 ヘクタールでしかありません。そうした状態はその後長く継続し、50年以上経った2017年においてもおよそ 2.9 ヘクタールでしかなく、これは欧米と比べて極めて小さな農地面積です。特に米生産において、農地の集積や経営規模の拡大を通じた生産性の向上は大きな課題となっています。第2に、農業の担い手の育成です。日本では農業従事者の減少や高齢化が深刻な状況です。グローバル化が進展する中、農業を若者にとって魅力ある産業に育成していくとともに、他産業からの新規参入の促進も必要になっています。
第3に食料生産能力の確保です。消費者の食に対する思考が変化する中、カロリーベースで測った日本の食料自給率は1980年代以降低下傾向にあり、現在では 39% でしかありません。耕作放棄地の増加や耕地面積の減少が進む中、日本の食料生産力をいかに確保するかは大きな課題です。第4に農業と環境との調和です。農業は保水力の維持や美しい景観の提供など多面的な機能を有しており、そうした機能の維持は国土の保全という側面からも重要な課題です。農業と環境をいかに調和させるか、特に規模拡大を通じた生産性向上が難しい平野以外の中山間地域の農業をいかに守っていくのか、日本の農業にとって大きな課題です。こうした課題を抱える中での近年の取り組みを紹介します。第1に農業のイノベーションです。 IoT、AI、ロボット技術などを活用したいわゆるスマート農業の研究が進められており、技術革新が生産性の飛躍的な向上や環境調和型農業の促進につながることが期待されています。第2に新たな農業の担い手です。これまで農業は個々の農家により営まれてきましたが、近年では農業法人も農業の重要な担い手になってきています。集落を単位として農作業の共同化を行う集落営農の法人化が進んでいるほか、女性農業者の活躍や障害者による農業の取り組みなど新たな動きが徐々に現れ始めています。農業の担い手が多様化する中、日本の農業協同組合も時代に合った組織への変革が模索されています。第3に農産物の輸出促進です。これまで日本は農産物の輸入大国であり、輸出はわずかでした。しかしながら安全安心で美味しい日本の農産物への魅力が海外で高まっており、近年では農産物の輸出促進にも力を注いでいます。またこうした農産物を生み出す日本農業の持つ高い技術力は、特に途上国農業の課題解決に貢献することが期待されています。最後に農業の6次産業化です。農業に食品加工や流通、観光などのサービスを加えた農業の6次産業化への取り組みが各地で行われています。農業の6次産業化は農村部での付加価値創出や雇用の拡大などを通じて農村地域の活性化につながることが期待されています。日本の農業は様々な課題に直面しながらも、従来の守りの農業から攻めの農業への転換に向けた挑戦が今始まっています。